ユスグスによるシンドズトルコ西部地震は2011年5月19日木曜日23時15分にトルコ西部の人口密集地近くの内陸部で発生したモーメントマグニチュードメガワット5.8の地震である。震源はキュタヒア県シマウの東、深さは9 1キロメートルと推測されキュタヒア県の大半で強い揺れを観測した。地震によりこの地方では パニック状態となり、シマウのほとんどで停電した。シマウの病院は負傷者の数は不明と報告し、複数の建物が損傷を受けた。ブルサケンイネゴルでは、高齢の女性が余震の直後に心臓発作を起こし、後に死亡が確認された。シマウでは一人がコンクリートブロックと衝突し死亡した。この地震による余震は450回以上で、 最大余震のマグニチュードは4.6である。この地震の震源は、キュタヒア市の西南西約8 0トルの南北テクトニクス拡張エリア内のプレート内断層で深さは9 1トルである。地震活動の高さレベルが地域ごとに登録されているが、歴史的に多くの地震が発生している場所である。予備的な分析では、この地震は、 生断層の東西への変異がトリガーとなったと提案されている。地震学者によりこの断層は以前に同様の地震を発生させた活断層である島マ断層と同定された。マグニチュードの大きさからこの地震は震源に近い地表面の決裂に近するものと考えられた。アメリカ地質調査所は当初地震の規模をメガワット6.0と見積もったがその後すぐに 焦点震度と共に訂正した。トルコのカンディリ地震観測所は、リヒターマグニチュード ML5.9 と推定した。震源が浅かったことにより強い揺れが多くの場所で報告された。島ウにおける最大震度はメルカリ震度階級で7と推定され、すぐ近くのパザラとシャファネーでも強い揺れを報告した。キュタヒア県だけでなく、隣接する複数の県でも、 軽い揺れを報告し、震源から数百キロメートル離れたイスタンブールでも弱い揺れを感じた。本震の23分前に ML3.8 の前震が先行して発生している。2011年5月20日までに小さな余震が450回以上発生している。ML4.0 以上の余震は合計で8回、観測され最も大きな余震は 本震から約10分後に震源近くで発生した ML4.6 の地震である。ありがとうございます。